はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきますと。参加使った無課金コレク177回の6回の44個ね、今回44個これ使うのなんかもったいない感じしちゃうんですけど、はい、やっとね、キュービーゲットできたんでね、これでやっていきたいと思います。一応ベストメンバーやっぱ静岡カップ妖怪で散らしますということで、さあ44個使って、今回とりあえず7、8、9、10までね、サーが使った無課金コレクでやっていきたいと思います。じゃあ、ぬらりゲットしていきましょう。ね。で、これで、サーが使ったコレクなんでね、ちょっとサーカの火力をお見せしたいと思います。1万1000。初めてフルパワー使いますね。40万か。コンボだ。で、Y ポイント上がったら、キュービーのレベルも上げちゃいましょう。あぶね。あ、外した？やだ、もうほんと。外さないでよ。よいしょ。これ、5倍だからな、パワーと大体。あんまり軽くねえな。7万いかねえか。失敗だ。大体5倍だから7万いかないぐらいか。あ、最後いったか。これで7万ぐらいか。まあ、これでちょっとね、キュービーのレベル上げあるんで、1万1000が、1万2000ぐらいいくといいけどね。1500ワイポイントかけるか価値があるのかって感じあるんですけど、まあ、これからね、50発以上は撃つんで、いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょう。キュービーね、レベルは上げちゃいましょう。1500溜まったんでね。本当はね、オービー欲しいんだよな。オービーのガシャ回したいですね。オービー今回、強キャラだからね、特攻なし攻略で使いまくれそうなんで、あれだけどね。はい、じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、166回の4回ですね。で、元気ドリンク31個。19個ドロップか。今回71個ドロップで、今107個か8個所持してますかね。ちょ、メンバーはこんな感じ。オービーやっぱ欲しいんだよな。ちょ、ダークニャン使った方が技レベルとか G 低くてもいいということが分かったんで、ダークニャン使ってますと。キュービーもレベルほんと上げたいですね。で、キラチャラという感じで行きましょう。いやー、まあぶっちゃけこのアカウントの方が火力は1万1000だったんですけど、こっちは1万3000あるもんね。さあ、動画撮りながらやるとね、この動きが微妙にたまに固まるんだよね。あれ？今外した？外しにか。さあ、でもゴルニャン出すためには一番最初外した方がいいんじゃないか説も若干あるんだけど、もういっかって感じで。ニャントスイベントまたあるかな。どうなんでしょう。もう一個来い。来なかった。こんなもんか。10万ギリギリいかないぐらいか。まあでもやっぱ2体いるとすごいね、という感じで、はい、いいんじゃないでしょうか。今回ヒットポイント低いからな。10万火力いくんだな。これ自分お助けだと若干ダメージ少ないよね。何なんだろうねこれね。種族効果がなくなるのかな。もうお助けしまくってるね。はい、じゃあ次3番目いきましょう。メインだけめちゃめちゃあるね。はい、これ3番目のアカウントで173回の4回33個、21個ドロップ。ほんと素晴らしいですね、今回ね。一応この、ね、アカウントは、相変わらず冬ニャンサンタを使っているというね、感じなんですけど。タンクにはもうそんなに悪くないんだけどな。技レベル4にとどめてます。まあとにかく OB なぁ。3アカゲットしたいな。
G1 個ぐらい入れてあげたいぐらいなんですけど。あ、メグミン今度、あれにしよう。じゃこれウォッチがね、あるんで、いいですね。だこのアカウントは、キュービーがいない。9300か。まあでも、オービーがね、メグミンじゃ、なんだっけ。マリンに続いて、溜まった状態スタート4つ。あ、緊張して失敗した。なんかね、遅いんよ。失敗したらゴルニャン来てほしいな。この失敗したらやり直しっていうのが嫌いだな。普通に、何の音沙汰もなく。まあ5倍だから。あ、最後ゴールには来た。6万か。とりあえず3赤で40万はちょっと削れなかったっすけど、まあ半分以上ね、24万ぐらい、23万4800ぐらい削れましたね。さあ、こっから13まで行きたいんでね、頑張ります。はい、そんな感じです。いや、いいね。はい、じゃあ戻ってきました。今回はね、44個あるんで、過去最高の所持なんですけど、1アカウントね。はい、これ使ってやっていきたいと思います。一応ね、今回の動画は10までなんですけど、13までいけるといいな。じゃあ、あとはちょっとね、カットします。で、今、1回復まで1分52秒とかってなってるんですけど、まあ、これね、消費してからやりたいと思います。このままやっちゃうとね、リセットされちゃうので、せっかくね、3分経ったぐらいのやつが。それが、ちょっとしたコツかな？はい。まあ、15万、サブアカたちで削れたっすかね。16万か。はい、じゃあ、ちょっとあとやって、すごいのがあったらそれをお見せして、あとはカットするって感じにします。8万オーバーしましたかね。とりあえずキュービレベルアップしてちょっとだけ火力上がりましたね。あんま上がんねえんだな。はい、じゃあとりあえずね、こんな感じで2個使ってクリアしましたね。こんな感じで8、9、10もやっちゃいたいと思います。はい、来ましたね。そしたら8もやっちゃいましょう。じゃあまあ火力はちょっとお見せしたんでね、最後だけまたお見せします。まああとね、元気ドリンクまたワクワクボックスから来ましたね。43個になりました。じゃあ8やっときます。一応ね、今回お助けはかなりすごくて10万1個いきましたね。16万5000ぐらいだね。はい、ゴルニャン来まして、ゴルニャン来るといけるね。ミッションなかったけどゴルニャンね、一応これ最高なんだけど、多分いつものランキングピロリロリンってないんだよね。お、元気ドリンクまたゲット、いいな。2回7も8も両方元気ドリンクゲットした。あ、違うや、さっきのはワクワクボックスだ。43個スタートで39度から4個使いましたね。ただ元気ドリンク1個回復なんで、また40っすね。いいね。まあね、これでいいっすね。じゃあ9いっちゃいましょう。順調っすね。はい、来ましたね。そしたら9もやっちゃいましょう。73万。あ、まだちょっと回復してない。40個。はい、こっからやっときます。じゃあちょっと火力はもう見せたんでね、またカットして最後お見せします。はい、ちょっとワクワクボックスやってる間に、フレンドさんが倒してくれましたね。なんかね、さっきね、サブアカ見たら元気ドリンク落ちましたね。ドンドロお助けで、初日以来の元気ドリンク落ちました、サブアカで。なんで、いいんじゃないでしょうか。ちょ、40個スタートで、ちょっと1個ね、サブアカのフルパワー、さっきも言ったけど、別のフレンドさんお助けしちゃって間違えてね、一発多かったな。だから6個でいけましたが、5個でいけたんだな。まあでもその分フレンドさんに助けてもらったか。はい、ということで、いいね。じゃあラストね、10いきましょう。これで、封印は全部解けますね。はい、来ましたね。そしたら、89万か。やっていきましょう。34個。じゃあまたね、最後だけお見せします。
はい、さっきね9万6000はいったかな。ただギリギリ10万火力いかないな。もうちょいだけどね。はい、そしたら最後とどめ刺しましょうか。29個か。よいしょ。まあだいたいアベレージ8万って感じですかね。でゴルニャンが3回来るのも1回あって、で結構コンボもね、今みたいなコンボもまあ2回に1回ぐらいはあるかな。そうすると9万超えたりするかな。ゴルニャンがね3回来た時は1回目失敗しちゃったんだよな。よいしょ。うん、まあこんな感じだよね。これであとコンボ分が入って、あれ、あ、よかった、ギリギリいけて終了。お疲れ様レビス。コンボって何なんだろうな。ああ、ありがとう、助けてくれてたんだね。刻みでもよかったな、わがまま言うとありがとうございました。ワイポイントもね溜まりましたね。これやっぱオービーが欲しいから回そっかな、貯めようかな、迷うね。はい、ということで44個からスタートして28個ね、いくつだ、16個だけど、2個途中で落ちたんで実18個ですね。789、今回で言うと34個から始めたら6個か。だから2466だな。はい。という感じで、12の6だ。18個か。結構、あれだな。18個。今回かなりお助けしてもらったのと、自分のお助けもかなり良かったので、あれですね。まあ、通常は10以上があれだから、まあ、7個かな。7個で、あと28か。まあ、それすると、14までいけるか。はい。まあ、一応、他のサブアカも助けてあげたいと思ってるので、まあ、13はね、はい、いけそうですね。ありがたい。これ、特大特攻ってやっぱ違うね。全体順位も6000位までね、なりましたね。ということで、ぬらり祭り、ゲット。ああ。限界突破すればよかったな。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応、18個かって感じですね。特大特攻にして18個ですね。9尾だけだけど。だ、特大特攻にしなかったらもっと多分かかってると思うので、やっぱ特大特攻うまく使わないと、いくら40何個貯めても13まで行くのは結構今回大変だなって感じですかね。はい、じゃあすいません。またお会いしましょう。さよなら。次回は封印がね、全部ね埋まったんで、はい、大釜ゲットしていきましょう。